おはようございます。先祖です。7月8日朝会よろしくお願いします。今日の内容としましてはこんな感じでしょうか？声時計前に株価上昇ということでドル高ではあるんですが、株価反発してまあ、ショートカバーが入ったのかなという感じがしますね。 まあ、昨日のオーマーケットを順番に見ていくとまずは欧州時間ジョ,ジョンソン A 首相が辞任ということでこれはポンドが反発したということで、うんまあかあのー、英国は f t も1.14%上昇ということで株高、通貨高ということで首相のお辞任をむしろ歓迎したということで、まあ、政治的混乱を収めるという意味 ではえー、英国外とということになりましたよねあとアメリカの新規失業保険申請件数がプラス4000件ということで、えー、23.5万件ということで増加しましたまあここら辺ちょっとやはり雇用の減速が徐々に広まっているのかなということで今日の雇用統計注目ですねで5月の米貿易収支前月比1.3%減少で855億ドル ということで、これ、珍しく貿易収支が、えー、赤字が減速しているということで、これ、GDP にとってはプラス1%ぐらいの押し上げ効果になるんではないかということで、ここもちょっとあのー、面白い動きになってきましたね。かつてはアメリカの貿易収支でドル動いたんですけどね。あと、ウォーラー FRB 理事が7月は0.75%、9月は0.5%の利上げ予想。 ブラード・セントルイス・レンギン総裁は、米経済軟着リスク可能ということで、えっとまあここら辺でちょっと、過度の利上げ期待が若干後退したことが、昨日の株価の上昇を支えたんじゃないかというところがあります。まあ、このオーラー理事の発言だったのかなという感じもしますね。で、結果的にはリスク回避の後退で債券利回り上昇、まあ、株高、債券安。あ しかしアメリカの2年債と10年債利回りは5日以降ので逆イールドが継続しているというところですね。で、まあ、利上げ抑制期待で米株上昇。あとロシアのパイプラインの停止命令が出たみたいでカスピカ・パイプライン・コンソーシアムっていう会社に対して30日間操業停止命令を出したということで、まあ、これが原油の上昇の原因になりましたね。 あと注目材料としては G20 とアメリカの今日の雇用統計というところになってます。まあ、ちなみに雇用統計、えー、と予想では26万5000人ということで、えー、5月は39万人の増加でしたね。で平均時給の方も5月は5.2%上昇だったのが5%上昇に若干落ち着くんじゃないかと。 ここら辺もむしろ雇用がそれほど伸びない、まあ、落ち込むすごく落ち込むのはよくないんですけど、それほど伸びない、まあまあの方が株価にとってはプラス材料になる可能性は高いと思います。はいえー、具体的に見ていきましょうか。でえー、っとそうですね、えー、っとまずは、えー 新規失業保険申請件数ですかね、えーっとまあえー、23十1000件から23万5000件に増加したというところです。 でえっ、ー、とまあ、これ、先ほど申し上げたように、今日の雇用統計がどうなるかっていうところなんですけど、やはりあのー、それほどやっぱり雇用がいっぱい伸びて、時給もいっぱい上昇しちゃったということになると、また利、えー、上げけ、えー、懸念がえー、っと加速するんで、まあ、そこは避けたいところかなという感じですね。はいえー、っとあとは、えー、っとアメリカの。 雇用,、ねえー、用統計じゃないあの貿易収支ですね、えー、とこのように855億,億ドルということで、1.3%ぐらい貿易赤字が減少しました。これ、輸入が、えー、0.6%増加したんですが、輸出の方が珍しく1.2%増加して、ここら辺、なんか過去最高の増加だったみたいですね。 でえー、とここら辺が、えー、と GDP の押し上げ効果が1%近くあるのではないかということでちょっと GDP も今後注目になってきますね、うん、ちょっと面白いですねいつもは、えー、とアメリカ貿易収支ずっと赤字なんで、えー、とここら辺は、えー、とマイナス材料になるんですけど今回はプラス材料になるかもしれないというところになってます。 そうですねあとは、ユ、えーガブっていう、まあ、政治絡みでは、えー、っと有名な、えー、っとサイトがあるんですが、えー、っとここを見ると,、えー、っと次にどの人が英国首相になるのか、まあ、ジョンソンさん次の人が決まるまで。 これ数週間から数ヶ月ぐらいかかる可能性、保守党内の動きなんですがある可能性があるんですけど、まあ、その場合、自分が首相にとどまるということで、これ与党内、まあ、野党は当然なんですけど、与党内からも、えー、すぐに副首相に、えー、と交代しろみたいな。 えー、プレッシャーも出てるみたいなんで、まあ、そこもちょっと少し混乱かなみたいな、えー、っというところですねで、えー、っとここにこう出てるように、えー、ベン・ウォレス国防相とか、えーっとまあ、そ,そこら辺の人が、えー、っと一番ベン・ウォレスさんが今のところ一番こう注目されてる。 してるというか、一番あの首相に近いのではないかという遊郭によるとそういう風うに言ってますよね。うんまあ、ここら辺はちょっとまた週末にでもお話ししたいかなという感じです。はい、えーっとそうですね。あとは。えー アメリカの再建利回りを見てみましょうか、2年債利回り、やっぱり上昇しましたのまね、まあ、ちょっとおとといまでやはりリスクオフということで、再建利回りが急激に低下してたんで、やはり3.5ぐらいから2.75まで2年債利回り低下してたんで、これ、ちょっと行き過ぎだったんじゃないかなというところで、えーとまあ、3%に乗っけましたねっていうところですね。 で10年再利回りも2.75から3%にというところで、まあ、逆イールドは継続ということですただ先ほど申し上げたように9月以降は0.5%の利上げというところでまだ決まってはいないんですけど 7月はほぼほぼ0.75%が決定だろうというところなんですが、まあ、そういうことを受けて、まあ、それほど上がってないというかむしろやっぱり全体的な流れとしてはまだアメリカの利上げのスピードっていうのは弱まるんじゃないかというところがマーケットまだ支配していますよね。まあ、それれがが、えー、今日ののの雇用統計来週 CPI で、えー、この流れが、えー 覆るのかやっぱり CPI がすごく高い数字が出ちゃったりするとあるいは雇用がすごい強かったりするといやもっと利上げが9月以降も0.75%で続くんじゃないかっていう懸念が出て債券利回り上昇するあるいはものすごい株が落ちるようであると債券利回りまたそれほど上がらない可能性っていうのもあると思うんですけど。 ま,あまたリスク回避がもっと加速するっていうことですよね。だからちょっとそこら辺はあの数字次第だと思うんで、えーと、ちょっとやっぱり今日の雇用統計と来週の CPI でここまでの流れが変わるかどうか非常に重要かなというふうに思います。で、えっ、ー、と、そうですね、えっ、ー、と、あとは。あ うん、あれカムカのところがなくなっちゃいましたかねちょっとお待ちください はいえー、っとごめんなさいでダウが1.1%、ナスダックが2.28%、SP500 が1.5%ということで、やっぱりここまで売られてた、えー、っとナス、えーまあ、ここら辺の成長株の方が、 結構大きくあの反発する局面でしたね、昨日に関しては。えっと、まあ、ここのところ、えっと、ちょっとやっぱりあの相対的にずっと売られてきた成長株なんかのお買い戻しが今週は出てるかなというところはあると思います。 あとはそうです、ねえー、とサムソン電子の第2四半期の営業利益が、えー、と2018年以来、同四半期としては、えー、高水準になるという、まあ、ここら辺もやっぱり即指数なんかを押し上げた原因ということでハイテク株にはプラス材料になったみたいですね。 ヒートマップを見ますと、まあ、こんな感じです。やっぱり総じて、えーと、アップルとかグーグルとかメタとかアマゾンとかテスラ、まあ、ここら辺の上昇が顕著でしたよね。あとは昨日はあは先ほど申し上げたように、原油が、えー、上昇したんで、えー、エネルギー関連の株も上昇しました。で、えーまあ、金融株も上昇、まあ、これ、金利の上昇ですね、銀行株も上昇したと、まあ、そういう流れになりました。 で一方で、えー、フェアグリードインデックス、まあ、これ、若干この前日の24からは、少し、あのー、楽観度が高まりましたよね、今回。まあ、それでもまだ、えー、と28なんで、えーと、マーケットはそれほど、あのー、楽観的ではないというところですね。プットコールレッシオ若干低下、えーと。ボラテリティインデックス、ビックスも えー、低下しましたね、これね、えー、26.08%ということで、やっぱり、えー、と何度も申し上げているように、30%を超えなくなってきてますんで、下落した局面でも、やっぱりだいぶマーケットも、えー、と株価の落ち込みを少し織り込んだかなという流れになっています。まあ これもやっぱり今後のフェドの利上げのペース次第ということでここまで株価が反発したのは利上げペースがやっぱり落ちるんじゃないかということで金利が非常に低下したっていうこともあるんでその流れやっぱり今日の雇用統計何度も言うようですが来週の CPI を受けてどのように動くかっていうことを非常に注目だと思います。 でえー、っとそうですね、えー、っとブルームバーグを見ていきましょうか、えー、っと今朝の5本ということになるとお、まあ、ジョンソンさんが辞めたということと、あと中国が、えー、地方政府に対して30兆円規模の特別債を発行して、えー、っとインフラ投資で景気,景気テコ入れを加速させることを検討しているという。 ところですね、まあ、これ、共産党大会も近いんで、まあ、そこら辺の手こ入れが始まったのかなというところです。まあ、あと、ウォーラー理事の75%、今月ですね、えー、取り上げは支持。 ということあとはまあドイツの債務制限遵守する計画を棚上げということでやっぱり欧州もドイツなんか特に財政赤字に対して厳しいんですが今みたいな局面ではそれを緩めるっていうところもあるみたいですあとソフトバンクの孫さんの右腕がねえと主な役職を退くという、まあ、そんなとこが出ていますはい、えー、そんな感じでしょうか そうですねあとは、えー、ドル円の動き、まあ、ドル円、えーと、ちょっと比較的、えー、オプションもあるっていうこともあって、えー、ちょっと動きは落ち着いちゃっていますよね、135円台後半から136円台、えー、と前半の動きになってて、まあこれ、うん。 今日の雇用統計次第なんですが、再度137円をうかがうのか、あるいは、えっと、下落しているのか、まだちょっと134.50から137のレンジの中のような気がするんですけどね。はい、あとは、ポンドは、えっと、ジョンソンさんの、えっと、辞任を受けて、えー、昨日は上昇ということで、1.20台を回復していますね。 まあ、ポンド円の方もえっ、ー、も一時160円50銭まで行ったんですが163円台まで上昇ということで、えーまあえー、とただ前回165円のところまでは到達しなかった、まあ、結局ユーロドルの方はえっ、ー、は安いままということでこれはやっぱりパリティを目指す、まあ、ドル高ユーロ主導のドル高っていうのはまだ続いてるなという感じですよね。 えっと、ドルインデックス見てもやっぱりとかどんまりしてますよね、まちまちでポンドが上昇したり、えっと、原油価格が上昇したんで、5ドルなんかも0.68台中盤に戻していますけど、やっぱり依然として、えー、ドルが強いのは、このユーロドルの下落が原因というところになってます。まあ、結果としてポンド戻したんで、ユーロポンドは下落したという流れになりました。 はい、えー、ということで、まあ、今日の雇用統計次第、あと日経平均ね、2万7000円、先物2万8000円、今、気配値2万6000円ですね、ごめんなさい、650円ぐらいまで上昇してきてます。ちょっと高値引けっぽい先物の,の引け方なんですが、今日1兆円近いあの ETF の配当金の捻出のための 株売りが出るんじゃないかっていう思惑もあるんでちょっとこのまま2万6000円台後半を抜けて2万7000円に行けるかどうかっていうのはちょっと難しいかなという感じもします。 はい、えー、ということで、えーまあ今日またあの、ユーチャルル社長と一緒に雇用統計、えー、ライブやりますので、ぜひお時間ある方は一緒に付きあっていただけたら、えー、と嬉しいです。まあ、8時くらいからやるんで、ちょっと長丁場になるかもしれませんね。ということで、このお動画よければ、いいねボタンとチャンネル登録までの方がいらっしゃれば、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日頑張りましょう。